怪物が出現。アラネアもいます。パニック状態です。それではアンカーが見えない。アラネアを使ってアンカーを守るつもりか。コンバットフレームと共に進め、市民を救え。了解。英雄と共に。あなたを援護します。
ラネアもいます。パニック状態です。逆に聞いて当ててやる。それでアンカーが見えない。アラネアを使ってアンカーを守るつもりか。コンバットフレームと共に進め、市民を救え。了解、英雄と共に。あなたを援護します。Thank you.
人類を攻撃するのか、人類を滅ぼすことに何の意味があるのか、世界中の研究者が議論を重ね、ついに結論に至った。といってもまだ仮説に過ぎないが、私は真実にたどり着いたと思っている。プライマーは今から数十万年後に栄える文明だ。奴らは怪物の星となった地球に降り立ち、人類文明の痕跡を発見したに違いない。興味を持ったプライマーは時間を遡り、誕生したばかりの人類を観察した。よほど興味を惹かれたのだろう。プライマーは人類の前に姿を現すことさえあった。人々はそれを神と崇め、神話に記した。だがプライマーは気がついた。人類に存在を知られてはならない。そのことに彼らは人類との接触を断ち、姿を隠した。だが事故が起こった。プライマーの船が今から数千年前のインドに墜落。それが全てのきっかけになった。20年ほど前、船の残骸が発見された。人類はプライマーの存在を知ったんだ。それはプライマーにとって許すことのできないことに違いない。なぜなら、存在を知られてはならなかったが、知られた以上人類を滅ぼすしかない。そうしなければならなかったんだ。アンカーから怪物が出現。アラネアもいます。パニック状態です。それではアンカーが見えない。アラネアを使ってアンカーを守るつもりか。コンバットフレームと共に進め、市民を救え。了解、英雄と共に。あなたを援護します。
ンカーから怪物が出現。アラネアもいます。パニック状態です。役に立てるぞ。アラネアを使ってアンカーを守るつもりか。コンバットフレームと共に進め、市民を救え。了解。英雄と共にあなたを援護します。Thank you.
クライマーはなぜ人類を攻撃するのか、人類を滅ぼすことに何の意味があるのか、世界中の研究者が議論を重ね、ついに結論に至った。といってもまだ仮説に過ぎないが、私は真実にたどり着いたと思っている。クライマーは今から数十万年後に栄える文明だ。奴らは怪物の星となった地球に降り立ち、人類文明の痕跡を発見したに違いない。興味を持ったプライマーは時間を遡り、誕生したばかりの人類を観察した。よほど興味を引かれたのだろう。プライマーは人類の前に姿を現すことさえあった。人々はそれを神と崇め、神話に記した。だがプライマーは気がついた。人類に存在を知られてはならない。そのことに彼は人類との接触を断ち、姿を隠した。だが事故が起こった。プライマーの船が今から数千年前のインドに墜落。それが怪物が出現。アラネアもいます。パニック状態です。アラネアを使ってアンカーを守るつもりか。コンバットフレームと共に進め、市民を救え。了解、英雄と共に。あなたを援護します。Thank you.
ず。聞いてくれ、クライマーはなぜ人類を攻撃するのか、人類を滅ぼすことに何の意味があるのか、世界中の研究者が議論を重ね、ついに結論に至った。といってもまだ仮説に過ぎないんだ。私は真実にたどり着いたと思っている。クライマーは今から数十万年後に栄える文明だ。奴らは怪物の星となった地球に降り立ち、人類文明の痕跡を発見したに違いない。興味を持ったクライマーは時間を遡り、誕生したばかりの人類を観察した。よほど興味を惹かれたのだろう。クライマーは人類の前に姿を現すことさえあった。人々はそれを神と崇め、神話に記した。アラネアの駆除に成功。だがクライマーは気がついた。人類に存在を知られてはならない。そのことに彼らは人類との接触を断ち、姿を隠した。だが事故が起こった。クライマーの船が今から数千年前のインドに墜落。それが全てのきっかけになった。超大型アンドロイドが出現。結論だ。ベイが弱点だ。ベイを狙え。20年ほど前、船の残骸が発見された。人類はプライマーの存在を知ったんだ。それはプライマーにとって許すことのできないことに違いない。なぜなら、存在を知られてはならなかったんだ。知られた以上、人類を滅ぼすしかない。そうしなければならなかったんだ。
選んだ理由、因果関係の発端がこの時代にあり、それ以前の歴史を変えることが許されないとした。因果の発端は墜落した時間移動船を人類が発見したことだ。 EDF 誕生のきっかけとなった事件だが、人類がプライマーの存在に気がついたことが重要なんだ。奴らはそれから先の歴史にしか干渉できない。